ここで始まりました、ぼちチャンネル。さあ、ひらせや、皆さんこんにちは。早稲田学塾代表のひらです。よろしくお願いいたします。お願いします。本日の動画なんですけれども、僕が来るってなると、早慶入試に関して深掘りしたいなというか、はい、そういったね、動画になってくるんですけども、てかもう我々のユーテラのさ、生配信とかを見てるとわかるんですけど、もうこの世には早慶志望者しかいないんじゃないかみたいなぐらいね、早慶志望者がたくさんやってくるんで、まあ、どうしてもそこへのニーズを答える動画にしたいと思うんですけれども。ちょっとね、ずれちゃってますからね。もう世の中の高校にはね、掛け算教える高校があるぐらいですから。そうなんですか。そうですよ。今バズってますよ、ツイッターそうなんだ、はい。まあ、そんなことは置いといて、早慶英語文法のね、あの200問組手の動画なんかも撮りましたけど、言うてもやっぱり長文ですよ、うん、あの配点も大きいのがね。早慶英語の長文を解いていくにあたって、この皆さんがやってる入試問題の問題集とかあると思うんですけれども、はい、幾分か長いっすよね、うん、まずね、うん、長さがあるってこと。特に早稲田法学部だったりとか国際教育学部とかになってきたりとか、あとは慶応だと文学部とか長いし、あとはまあ慶応で長いっていうとどこだ、 SFC はもちろん大門さん、ね、うん、とかね、あるように、まあ1000ワーズ級とかに乗っかってきたりするわけですよ。で、なんなら、まあ、単体では1000ワーズ級ないとしてもですよ、早稲田入試全体とか、慶応入試全体でね、各学部の入試問題全体で言ったら、やっぱりまあ、数千ワーズになってくるわけですよね。まあそうですね、小のやつ、ババババって足したら、そうそう、すごい。とんでもない数になるわけですから、結構その入試問題一つ取っても、普段皆さんが500、600、700ワーズぐらいのものを1個問題集でやったぞっていう感覚と、もう本当にこう800ワーズから1000ワーズ超えぐらいの長いものを、ね、一気に3つも4つも5つも解かされるような入試本番の現場ってやっぱり全くこう感覚が違ってくると思うんですよね。だからこそ、この夏のうちぐらいから、皆さんね、1000ワーズ前後ぐらいの入試問題とかにも、ある程度挑戦してほしいなっていうようなね、お話になってくるんですけど、まあ、森田先生的に、英語長文、単純に長さが長くなると、よく見受けられる現象とかってどんなこと考えたら？いや、もう長さが長くなった時点で、もう全然終わらないっていうじゃないですか、うん。やっぱもう全然時終わらない。スピードが必要になってくる。うん、これがまあ第一ですよね。うんうん、これスピードが全然足らない。うんうん、まあ持久力もないし、速読力も当然ないって人がほとんどですから、うんうん。僕なんかさ、普段森田先生のうちの授業とかを編集とかするわけなんで、とかよく見てるんですけれども、まあ、森田先生がよくおっしゃるのが、長くなってくるじゃないですか、長文もね、はい。で、まず問いの先読みがもうマストであるわけじゃないですか。はいはい、で、問いの先読みの段階で、結構まあうちの生徒たちがよく声でくれるのが、問いの先読みをやって何が問われてるかを覚える、あるいは選択肢の内容とかを覚えていくうちに、もうなんか文章を読む前に何が書いてあるのかがそれなりに分かっちゃうっていう話をね、よくするんですよね。結構その能力大事っすよね。大事です。うん。いわゆる、覚えられないって人がすごく多いわけですね。設問覚えられない。文章の内容覚えられない。読んでったら忘れちゃうとかっていう人がすごく多くて、やっぱり問題意識を持って読んでないんですよね。自分が何をしなきゃいけないのか、何を読むのかとか、そういう自分に落とし込んでやらない人が多すぎるって感じです、うん、結構その意外とね、特に現役生に多いんですけど、問いの先読みに対する意識がすごく薄い子多いんですよね。多分学校とかで一回読んでからなんならもう一回読んでみたいな指導を受けたりとかもしてるらしくって、いやそれだと終わんないよみたいな、なんならもう問いを先に読んで、で選択肢なんかもそれなりに覚えて、で、長文に入っちゃえばもう何書いてるかある程度分かってるし、さらに聞かれてることが分かってるから、読みに強く読むところと弱く読むところでメリハリがつくんですよね。っていうところもあるから、メリハリつけないと結構スピード出すのって難しいですもんね。漫然と読んでたらね。読みを重視するあまり、解くを軽視してる人が多くて、うんうん、いや、解くをやって読みも強くするっていうのが大事です、うん。なるほど。わかりました。で、そのじゃあ、突起の話になってくるんですけども、まあ、単純にね、内容一致であれば自分が間違えた問題と合ってた問題って出てくると思うんですけど、間違った問題に対して一つ一つリーズニングしていくというか、はいはい、うん、ここら辺の復習も大事かなと思いますよね。あとは、下線部解釈問題とか空所補充問題とかも、まあ、結構悩むことがあったりとかすると思うんですけど、特に内容一致、空所補充、下線部解釈あたりで、ね、我々の動画でもよく言いますけれども、まあ、一番昨今、平均点がだだ下がりしている、小学部とかがあったりするわけですよ。あの小学部、長さだけで言うとそこまででもないと、一個一個はね。そうですね。うん。なんだけれども、あれが難しくなって生徒たちがどん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 平均点を下げていっている、その要因ってどんなところにあると思いますか？
いっぱい考えられるのはあると思うんですけど、うん、まずやっぱいろんな英文に触れてないんだろうなっていうのが大きいと思います、うん、書いてあることは常識とは言わないけど、まあよく言われることだよね、よくあることだよねって思うけれども、やっぱ英文に触れてないんで、それがよくある話だっていうことにまず分かっていない、その背景知識的なものが足らないんじゃないかなと思うんですね。うんうん、章の問題はやっぱスラスラ読めるから、やっぱ他と比べて知ってるってことが多いんで、はい、でもやっぱ知らない、当然ビジネスの知識なんてないでしょうし、いろんなものに触れてこないんで、やっぱそこが大きいかなと思いますね。なるほどね。結構あと選択肢、自分3番だと思ったんです、こうこうこういうことでとか、うん、4番だと思ったんです、こうこうこういうことで、迷わせる選択肢作りみたいなのも結構、まあそれはもうマーチまでとは全然違う、全然違いますもんね。早期は引っ掛けるっていうためにすごく力を、うん、掛けてくるからね。だからどうです、割と国語の入試とかでも早稲田ぐらいになってくると、案外ね、正解に思える選択肢がもう2つあったりするんですよね。で、だけど最も適当なものを選べ、だから、そこで優劣をつけて、ね、こう白黒つけるみたいな感じで、英語でもそういうことありますか？いや、まあ、でも、そんなに国語ほどはないと思う。国語ほどはないと思う。今日は、国語はめちゃめちゃ、ええー、ってなるけど。そっち3つです。うん。英語の方はそこまで。うん、まあまあ、多少ありますけどね。あとは、もちろん、TF 問題とかは、厄介なものはあります、うんうん。はいはい。TF とかね、小学部ね、あるもんね。うん、だって、で、結局、小学部側が、問題不成立って後になったやつもあるからね。確かに。とかさ、あと、ほら、それこそこの動画の撮影の前にちょこっと出したんですけど、僕が森田先生にさ、生徒からの質問で、先生、これちょっとなんか迷いそうな感じするんだけど、どう思うっていう風に見せると、森田先生、瞬殺するわけですよ。で、その瞬殺する理由っていうのが、文法的観点で選択肢見ると全然違う意味になるみたいな。ああいうのって結構よくあるんですか？いや、全然。うん、やっぱり、いや、文法軽視する人めちゃくちゃ多くて、うん、文法わかんないと、ちゃんと読めないですよ、選択肢。うんうん、とかめちゃくちゃで、早慶は選択肢もむずいですから。選択肢の英文自体がむずいってことはよくあることなんで。うん、なるほどね。いや、でも、僕本当にね、ちょっと感動したもん。取り外った。要は、こう、受験生たちが悩んでる視点って、要するに内容が近そうだなっていうところで見るわけですよ。うん。で、特に勉強してるようなやつとかだと、選択肢の内容、ちょっと意訳なんかもしたりするわけですよ。だけど、ま、本当の基本の木ですよね。動詞の意味は文系が決めるっていうのがあるじゃないでしょうか。ね、うん。うん。っていうところがあって、そこの観点でいくと全く違った意味になってるってところで、だからこれはやっぱね、英語ができる人と、もっと言うと、英語の先生と生徒の差って、こういうところにも出るなってのは俺本当に思ったんだよね。うん。ちょっと感動しました、あれはね。だから文法軽視しちゃいけないっていうところが出るわけですね。うん。だから文法ね、出ないからとかって言ってるけど、いやいや、そういう人ほど、引っ掛けられてっちゃいますよ、バンバン。まあでもそういう経験させてあげたいよね、本当にね。うん。あとさ、消去法とかもね、まあ最後の手段ではありますけれども、これもどういうことなのかと、英語における消去法みたいなのがね、うん、これなんかもなんか見せていけたらいいな、なんて思いますよね。はいはい、うん。で、あと、まあ森田先生の今の言葉の中にも出てきたんですけれども、まあ内容がね、こう、森田先生からすると、まあ知ってることが多いだろうけれども、うん、でも、18、19、20歳はそこへの連中からすると、まあ、当然知らないだろうな、みたいな内容がこう多かったりするわけですよ。ただ、割とそれって、内容が難しくても、国語力がある生徒とない生徒の間に差が出てくるなっての僕はすごく思ってて、要は、こう、読解ができるかどうかみたいなところですよね。ただ読むだけなのか、それでもこう、読解していけるのかっていうか、うん、っていうところ。で、さらに、まあ、これ解釈の力にもなると思うんですけど、言葉の処理ね。うん、普通に訳すんだけど、めちゃめちゃ気持ち悪い日本語になるみたいな。うん。だけど、それを噛み砕いて、つまりこういうこととして解釈していけるというか、まあ、その言葉の処理の力とかもなんかこう上げていけたらいいな、みたいなね。うん。そういう練習をしてほしいかな、というふうに思うんですけれども、そんなことができる講座があるというのを、あ、出た。ちょっと、耳にしたんですけれども。あるんですか、そんなのが。あると聞いたんですけれども、こちらにありますね。森田哲也の1万ワーズ突破英文、超長文読解ゼミですね。はい。そんなのが。こちらも今年もやります。あら。で、これは毎年やってる森田先生の講習会講座になるんですけれども、今までとちょっとまた毛色を今年は変えます。新しく取り直して、うん。で、何を変えるかっていうと、皆さんが今までやってきた長文の問題、
500、600、700ぐらいが多いだろうと、うん、違うと1000ワーズ級のものを一緒に練習しようぜってところで、うん、割と長さとかに焦点が当てて、あとトピックですよね、はい、いったところに焦点を当てたりとかしていたんですけれども、ちょっとこうまあ昨今の受験生のニーズとか現状を我々ちゃんと見ておりますので、あのね、早稲田商学部をちょっと充実させることにしました。なるほど。まあ今、早稲田では最も人気があるのが、まあ僕はもう商学部って言ってるんですけれども、まあ実質の人気ですね。うん。うん、そうね、数で言ったら、そうそう、教育が。教育がね、そうそう、なんですけれども、早稲賞を受ける上で、数学型と社会型には分かれたりするんだけど、英語はもう共有ですから、うん、で、その平均点が昨今、どん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 下がってる。でも、森田先生みたいなプロの観点から見ると、いや、なんでこうなるんだろうっていう、ここにこう、ギャップがあるわけですよ。そこを埋められるような講座を作りたいって僕ずっと思ってたね。なるほど。で、それこそ、ま、ちょっと冗談ではあったけどさ、おし、これだけの講座を1万人が買ってくれたら何億だみたいな話とかもしましたけど、でもま、そのくらいね、価値がある講座を作りたいなと思って、早稲賞を充実させたってところがありますね。なので、結構早稲賞を受けに来る人とかには特に取ってほしい講座になってますね。うん。いかがですか、森田先生。わかりました。これから、取るやつ、これから取るやつなんですけどね。どうでしょう。いや、まあまあ問題自体は選んであるんで、うん、頑張って取ります。はい、お願いします。今日ね、この動画を森田先生も見返していただいて、はい、どんな力を我々がねつけさせていくかっていうのをね、見てで構成を練ってください。まあまあやることは変わらないけどね、うん、俺はね、うん、ただまあ皆さんがね、ちゃんとレベルが違うっていうのね、レベル違いですからね、それは分かってもやればいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあやりますんで。よし、皆さんが早慶英語でぶっちぎるための講座をご用意してお待ちしております。はい、以上になります。はい、Thank you for watching.